はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マスターというよりですね、新イベントフェスティバルアトリビュート4という、こちらがまあ実装されるというか、まあ、追加されることが決定しまして、4月の20日から5月の2日までやってると、まあこういうレギュレーションです。で、どういうイベントのレギュレーションかっていうとですね、地属性、水属性、炎属性、風属性、まあ、要するに光と闇と神以外の属性のモンスターをのみ使用できる専用レギュレーションとなっていまして、かなり面白そうなね、あのレギュレーションですね。でゲームバランスを考慮して一部使用できないカードがありますと。この中でも例えば地属性だったらブロックドラゴンがね禁止になってたりとか、なんかそういうあの一部使用できないカードもあるけど、まあ基本的にはこの地、水、炎、風属性のデッキを使って戦おうじゃないかと、まあそういうね、あのレギュレーションとなっております。でまだイベント全く始まってないんで、今このお知らせ届いてから1時間ぐらいにこの動画撮ってるんで、ちょっとね、状況がどうなるか分かんないんですけど、今私が思う、まあ、こういうデッキはおすすめですよみたいなやつをなんとなく考えてきたんで、7種類ぐらいちょっと、発表していこうかなというふうに、はい、思っております。もう一回言いますが、まだイベントは何も始まってないんで、私が個人的にこれは強いんじゃないかと思うデッキだけなんですよ。はい、なのでぜひね、皆さんもこういうデッキ強いんじゃないかっていうのがありましたら、コメント欄で教えていただければ幸いです。はい、早速やっていきましょう。一つ目はですね、スピードロイドですね。まあ基本的にはね、まあこういうレギュレーションなんで好きなデッキ使えばいいと思うんですけど、このデッキはですね、ほとんど制限かかってませんでした。もうほぼ無規制と言っても過言ではない。あ、ちなみに、あの属性ね、闇光、神以外は使えるんで、普通に手札ファースとかも全然詰めるんで、なんか普通にはまあデッキの手はランクマと同じ構築が可能なんですよ。で、スピードロイドは、何も規制がかかってませんでしたので、まあ、普通にバロネスも使えますし、多分強いと思います。はい、で、問題があるとすれば、まあ、ちょっと回し方が癖あって、割とルートがね、結構大変なんですよ。なので、まあ、付け焼き場では回せないっていう感じ。ただ、まあ、このいい機会なんでね、ぜひね、皆さんも練習して使っていただければなと思うんですが、まあ、基本的には、スピードロイドモンスターを並べて、まあ、この GOM ガンとか、このコルク銃っていうモンスターの効果を使って、なんかクリスタルウィングシンクロドラゴンとか、バロネスを垂れていく、まあそういうデッキになりますね、基本的にはね。はい、で、このデッキ基本的には風属性縛りついちゃうんで、風属性モンスターしか出ては来ないんですよ。ただ結構ルートによっては、コズミックブレイザーが出たりとか、まあそういう動きもできるので、まあこれ非常に強いね、先行制圧が可能となっております。はい、というわけで、まあ、しかも風属性である作用シグレとかも誘発に入れられますからね。はい、これなかなか強いですね。で、スピードロイド、ベイゴマックス君がリミット1なんですけども、まあ、この辺のカードでサーチできたりするんで、なんだかんだ安定感はまああるかなといったところでしょうか。はい、多分強いんで、スピードロイド大好きな方はこのイベントをゴリゴリ回ってください。これで、2つ目なんですが、なんかリヴァイアさんとかいうガチでやべえモンスターが野放しになっているという噂を聞きましてですね。このモンスターですね、海竜神リヴァイアさん、これなんか海があると、なんか水属性以外認めみたいな効果してまして、でこいつのこの、まあ、生きる御前試合的な、あ、このモンスターの、をぶっ立てるデッキですね、これは。はい、ちょっとワンキル性能にあんまり長けてませんので、周回効率はどうかなというところはあるんですけども、まあ、基本的なメインギミックはほぼ無傷と言っていいかなと思うので、多分、ね、これもまあ割と強いかなと、思いますね。でこいつの制圧力が半端じゃないんで、まあ、このモンスターを使って、まあ、ビートダウンしていけば、まあ、相手が勝手に泡吹いて倒れるというところがあると思います。でちょっとコンボデッキになってくるんですよね、基本的に一番勝負とかないので。なので、まあ、ちょっと誘発とかはちょっとあんまりそこまで多めに積むことはできないかなとは思ってるんですけども、まあ、あんまりね増殖する実施されませんし、このデッキ、まあ1倍ぐらいですね、特殊とかしても。なので、まあまあ、うららとかはなくてもいいかなっていうのと、トラップカードにちょっと弱い部分がありますので、まあ、その辺ちょっとケア、できればなとは思ってるんですけども、まあ、こいつが立てられれば、まあ、結構黙ってくれると思うんですよ、相手。なので、まあ、このデッキは割と強いデッキの一部かなと思います。あ、で今回のデッキ、ほど、脳内で回しただけなんですよ。エアプランですよ、俺。スーパーエアプランで全然調整しないんで、一応デッキレシピはなんか貼っときますけど、URL を概要欄に。皆さんね、ぜひね、イベント回りながらね、ぜひ調整しながら使っていただければというふうに思っております。はい、お次はマリンセスですね。
マリンセスはですね、一応ね、聖剣カードになっちゃってるモンスターがブルータンがいて、これ最強の初動なんですけども、ブルータンが、リミット1になってるぐらいで、まあ、ほとんどあとはフルパワーでした。まあ、なので普通に組めるかなっていう感じはしますね。まあ、水属性のテーマの中ではかなり強い、部類になってまして、まあ、一応展開が結構ね、安定的に、例えばまあ アルゴノートプラスワナみたいな感じで構えられるんで、まあ、割といいんじゃないかなと思いますね。はい。しかもなんかアクセスコールトーカーが今回リミットの制限で使えないんですよ。使えないんですけど、グレートバブルリーフとかはなんか打点がやばいことになるから、なんか意外とこいつが突破するの難しいんじゃないかなというのと、あと一応イントゥザブレインズで強化入ってまして、マリンセス自体がね、これで、マリンセスを特殊召喚しながら、リンク召喚することによってシーエンジェルとかをね、まあ、バトルオーシャンが絶対にサーチできるみたいな、まあ、そういうね強い動きもありますので、まあ、しかもこれ一応貫通弾にもなるんで誘発を、はい、というわけで、まあ、この辺のカードを、まあ、ちょっとうまいこと組み合わせて、まあ、分回していけば、一応ブルータンがリミット1でも、まあ、サイバネットマイニングでサーチしたり、パスカラスで、展開したり、イントゥザブレインズで貫通したりいう感じで動いていけるんじゃないかなと、はい、いうふうに思っております。まあ、一応ですね、なんかエクストラなんか適当に埋めてますけど、この辺、はい、まあ、この辺はちょっとお好みでって感じですかね。はい。まあ、誘発もしっかりと、詰める枠があるので、まあ、先行後攻安定しては勝てる、いいデッキになるんじゃないかなというふうに思っております。3つ目はですね、マシンナーズですね。このデッキなんですけども、先行アンケルができるんですよ。これグスタグマックス4連打っていう、デッキのね、動画でやった通りなんですけども、ルートは。これ、一応、春化粧が、まあ、新規で追加されてるんですけど、この辺のモンスターたちがかなり、強力なその地属性サポートになっていまして、で、これで一応ね、苗と、丘どっちかプラス、まあ、マシンナーズメタルクランチか、リフォーメーションどっちか来てると、まあ、その2枚の組み合わせで、グスタマックスを4連打できるんですね。なんで、周回効率は先行アンケルができる都合上割と早いですし、あと普通に高校でもなんかどでかいモンスターがバンバン並んでぶん殴っていけるんですよね、このテーマなので。割とね、まあ、高校ワンキルもまあ割とできるんじゃないかなというところで、普通にその、列車でぶん回すこともできるし、先行ワンキルもできると、前は、まあ、理論上先行も高校も強いみたいな感じなんで、割とね、左右候補にはなってくるかなと、このデッキはね、はい、思います。はい。ちょっとグスタフマックスをですね、4連打しない構築も持ってきました。真面目にマシンナーズする場合はですね、このセリオンズキングレギュラース組んで向こうを立てて、で、安定的にね、相手のモンスターとか、魔法トラップを妨害しながら、まあ、展開していくという感じになるんですよ。で、このテーマは基本的にその先行で妨害を用意するのが結構難しいというか、なんか安定感のないテーマなんですよね。先行で妨害立てるっていうのが。その代わり、なんかその自分の次のターンの準備をすごい、行うことができまして、で、スクレーパーで、ドローすることも。カード2枚ドローするのもできる。そこでね、ウララとかゾウジとか無限ホールとかの妨害を引きつつ、次の3ターン目とかで、まあ、この辺のモンスターでぶん殴っていくような準備を、していくようなイメージですね。はい。で、展開力もね、春化粧で上がってますんで、まあ、割と安定感というか、誘発貫通力も、増えておりますので、はい。これなんか、マシンナーズを、使ったことがない方をね、ぜひ使ってみていただきたい。めちゃくちゃかっこよくて強いテーマなんでね。はい。で、次はクラゲシャークデッキですね。クラゲシャークデッキもね、ギミックほぼノーダメでした。一応持ち帰るとかね、いなくなってるんで、あと未来利用とか使えないんで、まあ、そのエクストラデッキが若干パワー落ちしてるところはあるんですけども、メインギミック、メインデッキのところで、制限特に入ってなかったんですよ。なんで、まあ、普通にそのクラゲちゃんが、ステルスクラゲンちゃんがめっちゃ強いっていうのと、あと、この辺でランク5がね、立ちやすくなってるんで、ネフィラサイルムヘッドライトが出るんですよね。ネフィラサイルムヘッドライトの妨害がかなり優秀になってますんで、まあ、この辺のモンスターを立てて妨害していく感じになりますかね。はい。で、一応、攻撃、まあ、クラゲシャークデッキでありますので、そんでね、シャークさんのエースモンスターがね、出るっていう、まあ、すごいかっこいい部分もありますので、非常におすすめのデッキと、はい、なっております。誘発もまあ、ある程度は詰めますので、多分まあ、ちょっと高校アンケルとかは難しいと思うけど、安定して戦えるデッキになってるんじゃないかなと、はい、いうふうに思ってます。お次は、ね、サラマングレイドですね。はい。このデッキもメインギミック自体は、何も規制がかかってないんで、ぶん回せます。はい。ただですね、レディーバッカーとかが光属性だったりするんでね、あの辺がちょっと使えないんで、まあ、そのいつも通りの動き
みたいなのはちょっとあのできない時はあるんですけど、サラマングレイト のガゼルがね、もうもはや今3枚使えるというね、そういう時代になってますんで、まあ、この辺のモンスターを使ってぶん回していく、感じになると思います。はい、で、エースモンスターのアクセスコルトーカーさんがね、いないので、今回、一応アップデートジャマーとかは使えるんですよ。アップデートジャマー風属性なんでね。この辺の、アップって言うとめっちゃ出てくるんです。アップデートジャマーさんとかは別に使えるんですけど、アクセスコルトーカーとかがいないので、フィニッシャーがちょっと若干、不足するかなと、思うんですけども、パイロフェニックスさんが、これ、もしかしたらその、このリミットレギュレーションでこそ活躍できるかもしれないですけど、パイロフェニックスをね、転生リンク召喚して、相手のカードを全部パスするっていう、この一番目の効果が使えるかもしれないんで、これ結構ね、こういうリミットでこそ活躍できるモンスターなんじゃないかなと思うんですよ。普通にこれ、入ってないじゃないですか。基本的に。こんなモンスター。こういうリミットであれば活躍できるんじゃないかと思ってるんでね。はい。まあ、一応その、炎属性しかほとんど特殊召喚できなくなっちゃったりするんでね、ミラージュスタリオとかの効果使うと。なんで炎属性モンスターで固めてるんですけど、一応なんかリンク4とかのモンスターだったら出るんで、まあそういうモンスターは採用してもいいですね。ただし大体ね、結構ね強い光闇なんですよね、サイバースって。なんかアクセスコールとかバレルロードとかバレルソードとか、そういう、あとファイアウォールとかね、あの辺が全部ね、属性がちょっと今回のレギュレーションで使えないので、まあこういうなんかよくわからないアンプロエールとか入れてみてますけども、まあちょっとこの辺は皆さんね、ぜひね調整して使っていただければなと、はい、いうふうに思っております。最後、これがね私の一押し機ですね。リッカ、リッカ星ティアードロップさんの召喚ムービーがあまりにも可愛くて、もうなんかそっと押すんじゃないかって、相手がそっと押すんじゃないかって思ってるんですけども、この最強デッキなんとほとんど規制が食らっておりません。まあ一応ですね、ちょっとだけクシーズモンスターがアルセイとかが使えなかったりとか、属性的にね使えなかったりとか、あと、ジャスミンがいなかったりとか、そういうのはあるんですけども、メインギミックほとんど生きてまして、最強カード、リッカコンコンっていうフィールド魔法で相手のモンスターをリリースしながら展開していくというね、最強の動きができるんで、まあ、高校でもまあそこそこね、このカードあれば強いですし、ギミック、メインギミック自体が割とコンパクトにまとまっていて、ゾウジーとか打たれても なんだかんだ白姫とかで妨害残ったりとか、そういうのがあるので、割といいデッキになってると、思います。で、相手のモンスターの除去はね、結構そのティアドロップさんとかでなんとかなると思いますし、相手のターンの妨害はハイペイトとかね、こういうのがいますので、非常に、強力なデッキと。でしかもピオネがね、診断でこれ、来ましたんで、このカードがめちゃくちゃ革命なんですよ。でリッカデッキの回し方はまあちょっとまた別途多分動画になってなってるのかな、ちょっと公開してるかどうかちょっとこの動画の段階で分かんないんですけども、間に合ってるか編集が、まあ公開しますので、そこの辺ちょっと見ていただければなと思いますので、ぜひねこのデッキは楽しいと思うんで使ってみていただきたい。はい、かなりね強いと思いますよ、リッカこのレギュレーションだったら。はい、というわけで皆さんもね、ぜひねこのイベントレギュレーション、こんなデッキがおすすめですよみたいないうのがありましたら、ぜひコメントで残しておいていただけるととってもありがたいです。はい、まあもう一度繰り返しになりますが、今回この、お知らせが来たもうその段階で撮ってますんで、デッキはほとんどエアップとなってますんで、ぜひね皆さんも、まあ、参考にしていただきつつ、ちょっとね調整して使っていただければなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。